ちだった振り返ればフィールベーシミスティック 明るさの自動調整は効かずウィークで沈み なんだよ何事もはけ口がなければチックセクシースキル 逃げたいねやりませんの一点張りで走り抜けキスキップ 嫌なと話に空を見上げたそこに飛び込んできた星影は形容詞型俺の文字合いじゃ何も書かれないこの閉じた世界で海を通す厚みのない悩みがどれもこれもノスタルジックに至るため食卓に並ぶ酒のあてになるまた夜が好きになる乗る感情のターミナルの反動とでも外部カタストロフィーゼロが6並ぶ頃に震える身を刺すような温度振る舞いを指す Oh my god これならもっと着込んでくるんだった道のりの 50% 超えたとこでも鬼の犬間にちゃんと仕立てな信念じゃなく少年がそうおっしゃってます気の張り詰めたラウンドのハーフタイできることなら何もしたくない壊れきる時は誰も知らないと聞いたから互いに知り合うの俺ら仲間とまでは言わないけどゲロ吐かなくなるまで吐からうよ人の目割りかし寛容で昼にバリバリ3、4000レパイル買い込んで平気な顔でコンビニでラリーかよでも春飯でもね今はできるぜ I don't care触れないタイプの体温計がこいつは死んでるって出したとて働けるご時世やったけハードで詰めて手がしたらうぜ感情のターミナルの反動とでも外部カタストロフィーゼロが6並ぶ頃に震える身を刺すような温度振る舞いを指すOh my god これならもっと着込んでくるんだった道のりの 50% 超えたとこでも君はどうだろう例えばこの波でどこかも戻れやしない場所までさらわれて諦めて行き着くのが大人びてくってことなら人の表層で立ち戻る心地よさが生きる夜でに変わるかもしれないけどものでのから出られる時間はまたせ乗る感情のターミナルの反動とでも外部カタストロフィーゼロが6並ぶ頃に震える身を刺すような温度振る舞いを指す Oh my god これならもっと着込んでくるんだった道のりの 50% 超えたとこでも感情のターミナルの反動とでも外部カタストロフィーゼロが6並ぶ頃に震える身を刺すような温度振る舞いを指す Oh my god これならもっと着込んでくるんだった道のりの 50% 超えたとこでも